はい、皆さん、僕にちは岐阜のコミチンです。今日はガンちゃんとですね、冷凍工場にやってきました。今日はですね、初回生産分の発送をお手伝いする日ですね。じゃあ中入っていきましょう。さあ、というわけで今からやるのがですね、初回生産分の梱包をですね、パックにコミちゃんを5個入れて、チラシですね、チラシを入れさせてもらって、最後に伝票を貼るという作業をひたすらやっていくという感じですね。じゃあどんな感じかをね、見てしましょう。コミちゃん5パックを重ねます。チラシをね、入れます。シュッと入れます。で、なるべくキュッと、はい、OK で、ここに送り状を貼るという感じですね。ちょっとね、手元モザイクしますけど、はい、この作業を何百回と繰り返していきます。さあ、ちょっとね、500キロがいかなるものかということなんですけど、わかるかな。え、この縦の列でどれぐらいでしたっけ。この山、天井まで山積みの分で600ってことは、これで、600パック前後らしいので、このスーパー山積みの分で1/8、つまりこの奥にですね、この8倍あると、もう奥見えないぐらいパンパンになっちゃってて、もう早く在庫をはけたいということだったんですね。今回約束通り、工場のね、方との約束通り、初回生産分がしっかりと売り切れて本当に良かったです。ありがとうございます。在庫をたくさん作ってくださってありがとうございました。それでも足りませんでした。すいません。ちなみにですね、川口さんとしても、はい、一気にこうこんなに出荷することってなかったと思うんですけど、ないですね、はい、もっと言うと、そのお肉を卸してるお肉屋さんはどんな感じというか、どんな環境が、いや、めちゃめちゃ喜んでまして、はい、なかなかその内臓、その大腸とかは、はい、売るとこがあるんですけど、はい、全部っていうのはなかなか難しくてっていう話があったので、最初そういう話でしたもんね、はい、ちょうどこのコミちゃんホルモンに行って、はい、もう卸業者さんもめちゃめちゃ喜んでるので、あら、ぜひぜひ。ホルモンコミちゃんですか。すいません。大丈夫です、大丈夫です。そう、お肉屋さんも喜んでるっていうことなので、本当なんか携わる人みんながこう笑顔になるというか、どっかが無理してるとかがなくて、逆になんかこう喜ばれてこう活動できてるっていう感じなので、あとはね、食べてくださって味が美味しければ本当にリピートしてほしいですね。たくさん毎月毎月、ぜひ買っていただいて、僕らもね、飽きないようにいろんな仕掛けをまた、考えてますので、引き続きホルモンコミちゃん、あとタレもね出るかと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。はい、というわけでしっかりと手伝ってきたね、うん、疲れた。茶がうめえ。そう、ね、中がすごくやっぱ衛生的というか、めちゃくちゃ気使ってるからね、水一杯飲むにもね結構大変なんですよ。まあ、それでもね、しっかりこう、みんなの手元に届くものがですね、どんな形で、梱包されてこう届くのかをお見せできたのはね、良かったのかなというふうに思います。
とりあえずホルモンコミちゃんタワーがねすごかったマジでやっぱ冷凍庫パンパンでしたね。で、話は変わりまして、応援パックですね。応援パックに関して以前もね、ちょっとあの仕上がりにこだわりたいっていう話をね、してたと思うんですけども、やっぱりどうやらそのアクキーアクスタをお願いしている工場のそのプリンターが故障してるっぽくてですね、その色の出方があんま良くなかったよね。うん、これダメだって感じじゃないけど、うん、やっぱちょっとね、皆さんの元へ届けるにはいまいちみたいな感じでね。うん、いやあれはね、これはダメだっていう状態だったよ。あ、本当そう、なんか見た時にちょっとがっかりするかなっていう。まあそんな安いもんじゃないしね、応援パックって。なので、しっかりと、そこはね譲れない部分として、厳しいっすね、プリンターの修理が終わってから発送、いやプリンターの修理が終わって確認してから発送になるので、おそらく今の時点でそのゴールデンウィーク明けが最速。と、また性をしすぎてる。もうちょっと早く。でもまあもうちょっと早くって言ってもプリンターが直らないことには。そう。コミチさん。でこれ、これはちょっと何か。そう、工場が悪いわけでもないんよ。それあの、まあね、うん、わざと壊してるわけじゃないしさ、そのプリンターもさ。で修理しなきゃいけない、まあ修理しなきゃいけないし、今さら工場を変えるとさらに遅くなるっていうので、もう苦肉の策で、一つご提案させていただきたいというか、これか。はい、今ですね、ちょうどすごいタイミングね、ちょうどその工場から電話がかかってきまして、めっちゃタイムリーだったね。プリンターを直すのが、ゴールデンウィーク中らしくてですね、やっぱりその仕上がりがゴールデンウィーク明けの8か9仕上がるかなという感じらしいんですよね。で9日に見て10日に発送ぐらいが最速なんですけど、またそれもちょっと前後するかと思います。だいたい仕上がりにね納得いかなかったらもう少し伸びるし、はたまたその修理して直らない可能性もゼロじゃないんで、そうなった場合ね、せっかく楽しみにしてくれてる皆さんのところにね届くのが遅くなってしまうというので、一つ考えたのが、ランダムアクキー2個ではなく4個入れることに決めました。もうこれぐらいしかね、僕が皆さんにできることがないと。うん、より良いものをねもちろん届けたいので、その品質はねこだわりたいんですけど、それによってこう T シャツとか、ホルモンに比べてね少しこう後ろの方にねなってしまったのは本当申し訳ないということで、ランダムアクキー2個しか入らなかったところ、さらに2つプラスしてですね4個入ります。ただこれガンちゃん4種ではないんだもんね。でもまあ人間の手で入れるからね。そう、まあなんとかそこはちょっと配送の方にもちょっとね、うん、お願いは、配送の方っていうか、ね、あれやで、入れるのは俺やで。あ、そうやん、そうだそうだそうだ、うん、そうだ、前回のコミチンカレーの時はそう手伝いながらみんなで一緒にやったけど、そう今回はコミチン自らがやるんだった。そうだった、そう、じゃあもう赤の全部色かぶりしてましたとかは、うん、コミチンのせいになっちゃうからね。そう、そこまでひどい掴み方はしないと思うけど、僕も人間なんで、なるべく分散するよ。なるべく分散するけどさ、たまたま一緒になってまったぐらいの被りはご勘弁くださいと。まあでもね、そんな形でですね、ちょっと応援パックの中身をボリュームアップさせてお送りするという形で、ちょっとね、納得していただけたらなというふうに思います。で、応援パックの送り方なんですけど、ガンちゃん、やっぱ今の時代さ、はい。はい。今の時代、やっぱ手書き伝票ってあんまないみたいね。ね、
そうやね、本当にもう全部パソコン出力するとか、ヤマトさんいて、うん、なんかタブレットでねポチしてくださいってピーって出るやつがあるから、うんうん、やっぱしっかりとデータに残るようにしとるんやろね、うん、結局ね、やっぱ手書きやとその複写しかなくなっちゃうからさ、うん、多分そういうことだと思うんだけど、まあそれによってですね、コミチンの送り状手書き作戦が難航を極めまして、うん、その結果送り方としましてレターパック、うん、便利ね、ほんと便利なサービスだね、うん、レターパックに、しっかり梱包をして、送りするという形で現状考えております。まあレターパックだったらさ、ポストにポスッと入れてくれるもんね、不在でも、はい、なので逆にいいかもしれないです。不在でね、わざわざ受け取る、対面で受け取らなきゃいけないっていう手間がないから、ね、そうだ、ホルモンコミちゃんの方はどうしてもごめんなさい、置き配はできない、冷凍なんでね、できないんで、ね、うん、クールで送りますんでね、ね、そうだね、そう、まとめますと2点、応援パックに関して2点ね、配送が、5月中旬ぐらいの配送になりそうなので、ランダムアクキーが2個つきますと、そして、その発送方法がですねレターパックになりますという、その2点ですね、よろしくお願いします。郵便局というわけで、レターパックを大人買いですね、大量に購入してきましたんで、アクキーとかができたら梱包作業ね、していきたいと思います。うん。